ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日も素敵な女性道場です。まずは自己紹介をどうぞ。はい、長岡市より参りましたプティリスという名前でローチョコレート製造販売をしております小黒さゆりと申します。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小黒さんです。長岡からはるばるようこそおいでいただきました。ありがとうございます。お願いします。はい、今日ね、目が覚めるようなまた黄色いニットお召しで、ありがとうございます。素敵ですね、帽子も。 ありがとうございます。帽子好きなんですか？はい、帽子好きで、うん、だいたい被ってるんで、うん、あの、会う人は帽子のイメージが結構ついてる。いいですね、はい、うん、なんか自分のイメージって被ってる方が落ち着くっていうのありますよね。あ、それですで、小倉さんとはね、この前出会ったばっかりなんです、あるランチ会で、はい、で、前々からお会いしたかった人の一人で、あ、これは何かの縁だと思って、早速ラジオに出てくださいとお願いしました。ありがとうございます。ね、もうこの県内、この界隈ではローチョコレートを製造販売しているなんてないですよね。はい、ない。まだ私自身も聞いたことはないです。日本ではいるんですか？日本では、うん、本当に、はい、いらっしゃいます。ですよね、はい、珍しいです。このローチョコレートとは何ぞやっていうところからね、はい、お話ししていただきたいんですけど、なんか私はてっきりカロリーがロー、低いから、ハイではなくローだから、うん、ローチョコレートだと思ったら、はい、違うんですよね。はい、うん、やっぱり今でも、そちらの言葉の解釈の方はすごく多いんですけど、うん、まあ、の材料によっては一般のチョコレートよりそのやっぱりその低いってイメージも、まあ、あのチョコレートも実際にありますが、うん、実際にはあの生という RAW っていうスペルなんですけど、あ、ロー、すごい素晴らしいです。言えないですけど、いえいえ、その、はい、生という、うん、はい、あの素材の食材の温度を加熱を最小限に抑えた調理法、低温調理法ですね、うん、そちらであのカカオ豆を天日干し乾燥して加工したものでチョコレートを作るとローがつくローチョコレートっていう製品になります。あ、そうなんですね。生のローっていう意味から来ているローチョコレートだそうなんですけれども、そのローチョコレートに出会ったきっかけっていうか、はい、面白いですよね面白いって言っちゃ失礼ですけどなんかさゆりさんがもう昔から、まあ、ストレスから来てたのかな、うん、お菓子を食べることが好きだった、はい、特にチョコレート。そうですね、うん、昔からの仕事高卒後からちょっと仕事ずっとこう社会人になったんですけど、うん、ずっとこうお菓子作りが小さい頃から好きで、なんか気づいたらこう台所にいることは結構多くて、あ、じゃあバレンタインの時とかも自分でチョコレート作ってましたか？はい、はい、もう作ってはあの男子に渡して振られてました。いやいやいや、なんかね、淡い恋心って感じ、うん、そうですか。で、自分も食べるのが好きだった。そうですね、やっぱり自分も食べるのと、やっぱ人に振る舞って喜んでもらえるのは昔からもう、うん、それは楽しいと思ってましたね。もうじゃあそこのね、DNA からね組み込まれてるのかもしれないですね。すごい。お菓子作り。そうですか。それで、でもやっぱりチョコレート食べ過ぎだと、ね、肌のぼつぼつとか出たり、吹き出物とか、吹き出物出たりしましたか、うん、その頃は。そうですね。うん、その当時のちょっと職場のきつさとか、うん、まあ、人間関係がちょっと大変だったっていうところと、あとは子供の、2人の息子がいるんですけど、上の子がちょっと発達障害があって生まれてきたんですけど、うん、まあ、そういったところのいろんなこうトラブルとかでどうしてもこう食べることに走ってしまってて、あ、まあ、食事よりお菓子よりなんかこう口にしたことがすごく多い時期でした、うん、とにかく。じゃあやっぱり朝食、昼食、夕食のよりも真ん中の間食の方が多かった時期って、はい、ついついこう口寂しさと、うん、なんかこう甘いものがバッグに入ってないと落ち着かないぐらいの時期がありましたね。そういう時にこれじゃダメだって思って、うん、自分の生活を変えたっていうのは何だったんですか？その時に
食べ物が自分の体の不調になるってことはその時はさっぱり分かってなかったんですけど、まあ、あの子供のその偏食もあったので、うん、やっぱりそのまま大きくなって困るのは本人なので何とかしたいなって思ったところに、まあ、あのチョコレートはチョコでも、まあ、どうっていうチョコレートは愛を知ってるって言われたことがあって、うん、その時は本当に知らなかったので、うん、もうまずは調べて材料も売ってなかったので自分で通信販売なんですけど、はい、買い込んでもひたすら試作を作ってみたというところです。その時は本当に販売とか全く関係なくて、やっぱり自分の周り、自分自身を何とかしたいっていうところから始まったことだと思います。それが今から何年前ぐらい？あ、それが今2021なので、2013年ぐらいにその言葉を知って、はい、あの自分で、はい、それは海外初なのかな。そうですね、はい、もともとローって生の意味が、ローフードというの食事法の一つなんですけど、はい、90年代の、まあ、暖かい東アメリカ地域ですよね、海岸地域、はい、食材がその夏の日本の夏の食材に近いものが豊富に年中出回っているので、あのわざわざ加熱しなくても生のまま食べた方が栄養効果とか、まあ、体にとってこう若返り効果に近いものがあるんじゃないのっていうところから生まれた調理法なんですよね。それをじゃあまあ試行錯誤しながら作ったわけでしょ、自分で。あ、でもやっぱりこのね、ネットがとっても便利な時代なので、うん、まあ、YouTube とか新設のもう出てましたか、はい、海外の方がもうなんかもう見たままですね。言葉は分からないですよね。そうですね、まあ、翻訳見ないで、まあ、見たまま映像で作ってみる、手の動きとかね見て、はい、映像で。あとはもともとお菓子作りが仕事であったので、まあ、一般的な洋菓子のなんだろう、こう知ってるのはあったんで、そこがベースですごくあったんです。そっか、基礎的なものがもうできてるから、ね、それはすごくいろんなジャンルを調理したおかげがあったのかなと思いました。じゃあ仕事として洋菓子ケーキ作ってとかは言われてたんですか、はい、今まで。いえ、一般の洋菓子は本当にお仕事を、就職、どこかに就職会社にしてたので、うん、そういったところは本当に趣味で、趣味の範囲で、はい、そのまま延長してます。すごい。それでね、でロゴチョコレートすごいものに出会ってしまったって感じで、はい、もうその頃は夢中でしたか、無我夢中みたいな。そうですね、なんかもう自分が食べた時の感触がすごく衝撃的で、今までも目の前にあるものを食べきってももっと食べたいっていう、ちょっと中毒に近いかもしれないですけど、はい、自分でローチョコレートっていうものを作ってみて口にしてみたら、数粒でもいらないっていう、その満足して終わったっていう気持ちがすごく衝撃で、満足感がある。はい、そうなんです。それは何ででしょう。あ、はい、それがローフード、ローチョコレートっていうその理由なんですけど、食材にその低温調理するっていうことによって、まあ、栄養損失がまず少ない、ビタミン C 例えば熱に弱いので、はい、茹でたお野菜とかだとビタミン C が抜けるっていう、抜けますね、はい、ただそれを低温で、まあ、サラダだったら生なので、そのまま食べることによってビタミン C がそのまま体の中に取り込まれます。そういうことか、はい、じゃあカカオのいいところも残ってるってこと、はい、ローカカオは実はビタミン C もあるんですよ。へー、いいこと尽くしじゃないですか、はい、それで甘さはどのぐらい甘いんですか。はい、うちのチョコレート類に関しては一番甘いところで最近だとカカオ率何パーセントってあるんですけど、うん、すごいの出てますよね、はい、全く甘くないようなうちの方ではハイカカオの高カカオだと 85% の高カカオからマイルドなミルク味とかイチゴ味とかもあるんですけど、そのあたりだと 50% 前後ぐらいで、はい、それでも一般のチョコレートよりカカオ率がすごく高めに作ってます。でカカオのいいところ取りって感じで、はい、いいですよね。食べた時にその食べ過ぎずにもうお腹がはい、感触に、はい、満足しやすいチョコレートなのかなと思います。そしてね、さゆりさん、はい、プティリスという屋号で立ち上がりましたね、ブランドが、はい、うん、このプティリスが意味があるんですよね。あ、はい、ありがとうございます、はい、
これはどういう意味でしょう。はい、プチとリスで分けてるんですけど、まあ、プチは両方、フランス語で、うん、小さいという意味ですね、プチ、はい、でリスというのがユリという花ですね。おー、はい、で、まあ、私自身の名前がファーストネームサユリと言いますので、いい名前、はい、小さいユリってことで、当時そのちょっと協力してくださってた方が名付け親としてそのまま使わせていただいております。へー、サユリ、小さいユリでプティリス、はい、もう覚えましたね皆さんねお願いします。はい、そんなプティリスのローチョコレート、ローチョコレートの中でも、はい、まあ、いろんな商品がね、はい、終わりだと思うんですけど、ちょっと紹介していただけますか。はい、ちょっとさっき申し上げた、はい、カカオ豆のカカオバターとカカオパウダーですね、うんうん、油と粉で合わせたものに、うん、ココナッツシュガー有機なんですけど、うん、とても栄養価とミネラル豊富な、あと食物繊維と一緒に含まれているお砂糖を使っています。これが一番シンプルなチョコレートオリジナルってことで、うん、75% のカカオなんですけど、噛むごとにじんわり甘さがしっかりあるので、はい、苦いってことはなかなかそんなにないと思います。これがまあ普通の売ってる板チョコぐらいですか、サイズは。そうですね、うん、こちらで内容量 45g で、うん、はい、お入れしております、ね、一かけでも満足が得られそうな感じですね、はい、ですちゃんと割れ目があるので、うん、一列で食べてお客様毎日楽しんでらっしゃる方もいらっしゃいます。へー、そして今日持ってきていただいたのは、はい、ありがとうございますね。やっぱりこうお色も大事だと思うので、すごい綺麗、はい、ピンクと、はい、そのチョコの色のマーブルな感じ、はい、そうなんです。いちごですか。いちごのパフリーズドライのいちごパウダーが黒いチョコレートの部分に練り込まれてて、はい、フリーズドライなんで、ま、そのまんまいちごを食べてるような感じです。わー、すごい。で、ピンクのところは、はい、こちらちょっとお色濃いめにラズベリーのフリーズドライパウダーが、はい、たっぷり入れてるので、キュンと甘酸っぱい。いいですね、大人な感じ。そうなんです。なんかワインとかにも合いそう。あ、そうですよ。はい、合いますので。こっちの方に行っちゃうので。実はチョコレートをね、ワインのお供にするされる方もいっぱいいらっしゃると思うので。ですね、チョコレートは本当ワインにも合うし、ウイスキーにも合うし、うん、いいですよね。これたくさんいただいてます。はい、そして、もう一つは。こちらとマイルドミルクっていう、ミルクって名前が入ってるんですけど、ローチョコレート、ローフードの中では植物性のみを材料として製造してますので、うん、こちらのミルクはナッツをミルクペーストにしたカシューナッツをミルクチョコレートとして、ね、練り上げて滑らかな仕上がりになってます。上に乗ってるのはアーモンドですか。はい、こちらのアーモンドとあとつぶつぶごまみたいなんですけど、それなんでしょう。水に入れるとふやけるチアシード。あ、チアシードね、お腹がいっぱいになりやすい。スーパーフードとかでおなじみ。うん、あとはほおずきの実っていうのがちょっと茶色粒あるんですけど、甘酸っぱくて面白い、すごくこう食感もカリカリして、これらの食材をみんな生で天日干し乾燥したものを置いてあります、ね、はい、へー、うん、アーモンドもすごい今注目されてますよね。そうですね、うん、アーモンド何がいいんでしたっけ。アーモンドは、うん、まあ、やっぱり粒ごと食べるのでそのものの食物繊維がたっぷりっていうのが一つと、うん、あと生で製法するものだと油が酸化しないので、うん、ナッツの中に入ってる油ってだいたい半分が油で半分がタンパク質なんですけど、油も酸化せずに、うん、で中に入ってタンパク質も熱で変わってしまうので、うん、生で生製法で作るとそれらが変わらないままいただけますってことで、うん、体の中でこうすぐ栄養素に変わりやすい、うん、はい、お肌のピチピチの元になったりとか、はい、すごくいいことばっかりです。なんかすごい手間がかかってるから高級なのかなって思うんですけど、一袋おいくらぐらいですか。はい、うん、こちらのオリジナルは 45g で税込み1296円からです。あ、そうですか、はい、それだったらギフト、贈り物にもいいですよね。はい、ぜひ食べてほしいっていうチョコ好きな方でもね、やっぱりカロリーとか気になる方はローチョコレートおすすめですね。はい、ぜひ周りの大事な大切な方に贈られて、うん、皆様が喜んでくださる姿がとても嬉しく思いますですね、うん、番組の後半まだまだお話伺っていきます。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人、今日は長岡市から
ローチョコレート製造販売の小黒さゆりさんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ね、先ほど前半ちらっと出てきましたけれども、はい、お子さんが、まあ、障害がお持ちでっていうことで、はい、それを気づいたのはいつ頃だったんですか？そうですね、うん、実は私より周りの身内が親が気づいた方がすごく早かったんですけど、あ、そうですか、はい、早い段階では2歳過ぎぐらいから、で私自身は3歳の誕生日で発語、うん、言葉を発することですね、うん、がなかったらそういう専門機関に相談に行こうと思ってたんですけど、うん、やっぱり待ってても来ないので、うん、もう気が短い性分だったのでもう自分でもう誕生日迎える前に、うん、はい、市の相談に電話して、うん、だいたいもう今のねご自身だとネットでだいたい知識が得られるので、まあ、自閉症という発達障害の一つですね、うん、それらで、ね、だいたい行き着いて彼のそういう行動のところからやっぱりなそうだろうなってところで、はい、分かったのは3歳確定ですね。あ、そうですか、はい、それをやっぱり聞いた時はショックでしたか？医療機関や市のそういう相談機関で聞いた時点では、うん、まあ、もう自分の中で飲み込んでそうだろうなって思いながら行ったので、まあ、やっぱりなというか、うん、でその前にまあやっぱりそのネットで自分で調べた時点では、まあ、多分短いかもしれないですけど3日ぐらいちょっと死にたいなと思ったぐらいでした。3日、はい、でも多分短いかもしれないです。あ、なるほど。じゃあ次何しよう、どうすればいいかっていう方向に切り替えて行ったわけですよね。そうですね。立ち直りが早いのか諦めが悪いのか分からないんですけど、うん、いややっぱりその、うん、まだね 3歳にもいかない子供、うん、あと人生100年の時代で、うん、どう彼がする、ね、生きやすい世の中にするにはどうしたらいいかなと思ったね。周りも大事なんですけど、うん、自分もやっぱりお互いが頑張って生きて育っていかないと、うん、やっぱり本人が辛いのが一番辛いんですよね、うん、と思ってやっぱりその相談機関からいろんなところを紹介されて、子供と一緒に母子園という保育園があったんですけど、うん、そういったところに通園したりとかして、うん、やっぱり何かできないかなっていうところはずっと探っていました、うん、それでやっぱり自閉症のお子さんってすごい秀でた部分もあるじゃないですか、はいはい、才能が、うん、あります。彼はどういうところがすごかったですか？彼は、うん、言葉は今でもちょっと少ない子なんですけど、うん、やっぱり一度見たものに関しては記憶をすぐしてくれて、はい、一緒によく外歩行っていうその訓練の一つなんですけど、やっぱり来た道を覚えてるので、自分家に近くなると帰りたい素振りを体で表して、うん、でこっちがどうで歩くよっていうと、ちょっとうーってふうこうちょっと気を荒立てるときお家に来たいのにみたいな、はい、あ、あとは、うん、生活に部分に関して本当に家族が助かることをしてもらった方が周りのみんなも幸せになるので、うん、家事全般をかなり通ってます。すごいですね。例えばどんなこと？そうですね、もう毎日のルーティンとしては朝か夕方にもう洗濯物を干して畳んでしまうってところはもうマストでやっぱりこうきちっと丁寧にされますか？ムラがありつつ、でもやることはやっぱその記憶力しっかりあるので、うん、はい、一度ここだよってしまえば、しまうところを教えたら洗濯物もしまってくれるし、あと食べることがとにかく好きな子なので、はい、調理に関してもやっぱりこう刃物とかってやっぱり怖くて持たせられないかなって思うんですけど、逆にすごく意識がはっきりして、その後もこう美味しいものができるって彼の中でゴールが待ってるので、すごくこう集中して。大丈夫ですか？はい、あ、すごい。作れます。何作ってくれるの？例えば。あ、そうですね、うん。すごく簡単なんですけど、きゅうりをカットして浅漬けにしたりとか。嬉しいですよね。なんか一品でもこう作ってくれると、母としてママとしては嬉しいじゃないですか。そうですね。すごく頼りになるなといつも見てます。そういう役割がね、お家の中でできてると。はい、彼も頑張ると思うし。そうなんですよね。いいですよね。ご兄弟いるんですか？はい、うん、2歳離れてる弟で、うん、はい、どんな感じの兄弟関係ですか？
2歳しか違わないので、うん、あまりこう上と下の感覚がお互いないですね。喧嘩します？喧嘩はね、食べ物に関しては、はい、まるまるがまるまる食べたって。食べたね、ありますよね。だからアイスとかも同じ分だけ買っとかないと、はい、もうダメなんですよ、うちも。そうですよね、もう一つだけとか言ったらダメですよね。そうですか。でそんなね、お子さんのために将来の夢があるんですよね。はい、うん、あの息子たちのようなその発達障害で、うん、いわゆる最近だと障害枠といった一般企業の就労の形も、うん、就職ですね、形も多いんですけど、うん、本当にまだまだごく一部にしか過ぎなくて、そもそもその障害のある子が働ける場所がやっぱり少ない世の中なんですよね。なので自分がじゃあできることの一つの中に、まあ、そのうちの息子も含めた、うん、あのしっかり皆さん本当に支援しっかりすると、その働くことだったり、うん、本当にこう助けてもらう方が、こちらの方が、うん、最初はしてあげるって感覚で接するんですけど、うん、そんなことはとんでもなくて、うん、やっぱり彼らに教えてもらっていることはとっても多いです。そうですよね、はい、あ、すいません、なのであのその彼らの特性ですね、すごくできるところを生かすように、あの私のローチョコレートを使ったその、まあ、いわゆる工場、うん、はい、あのチャーリーとチョコレート工場ってちょっともう映画をあるんですけど、はい、その中でみたいな感じで、はい、うん、みんながね楽しく分け合いあいと働ける場所を作りたいと、はい、いやこれなんか実現しそうですよね。はい、実現したりしさせさせます。うん、すごいな、はい、いやその夢に向かってね突き進んでいただきたいと思いますが、まあ、昨年からそのコロナ禍でいろいろこう世の中が変わっているじゃないですか、うんうん、その中でさゆりさん的にはどうでした、去年から。そうですね、あの私の実は販売形態としては、うん、あの全国ネットでいつでも買える通信販売を主に取り入れてるんですが、うん、ね、あのまあそんなこと言うと影響なさそうじゃないって思われるんですけど、やっぱり皆さんその本当に大事なところに自分のために使いたいと思いが多分この人工時世で結構強まってきたと思うんですよね、うん、でそれが、ね、自分のお家の中を整えたりとか、うん、まあ、私のロロチョコレートを買ってくださるお客様はやっぱり自分の体を大事にしたい、うん、自分の周りのその食べることで健康になるってことは自分の生活が向上するってことなので、やっぱりその通信販売でいつまでも待ってってことではなくて、あえてその逆の対面販売を予約制なんですけど、そういうことを始めてみました。対面販売ね、はい、どうでした、反響はありました。そうですね、うん、やっぱりその知ってもらうところから始まったので、うん、最初は少なかったんですけど、うん、告知をしっかりして、まあ、しっかり SNS も活用させてもらって、うん、もう写真もしっかり載せて、うん、皆様がこう自分が買って帰食べる姿までこう想像というかできるように、うん、まあ、あの告知もさせていただいたので、だんだんこう知っていただくことが増えて、うん、はい、いいですね。うん、私はなんか数年前から存じ上げてたんですけど、なかなかお会いできる機会がないもんですよね。そうですね、うん、ありそうで、はい、あの桃代さんのことは実はあの前から聞いてたんですけどなかなかこう機会がなくっていうところが、やっと今日、まあ、今日いいタイミングだったんですね。はい、またね、はい、そんなさゆりさん今年もう6月に入りましたよ、はい、うん、あと半年とちょっと。そうですね、うん、どんなことをやっていきたいですか、下半期。実はちょっとこう、うん、今まで作っているローチョコレートの、うん、まあ、簡単に言うとさらに皆様の口に入った時に美味しくなりますよっていう断言する、ちょっと今プロジェクトというか、はい、さらに進めていってると思います。具体的にまだ見えない感じですか。もうちょっとって言ったところです。まあでもあのますます美味しくなって、うん、さらに手に取りやすいように今、はい、ちょっと段階進めている感じです。内容も変える感じ。内容的には、うん、まあ、ちょっと、あ、でも結構変わります結構変わります。そうか、はい、楽しみに待ちたいと思いますね、はい、へー、
で今日ね袋で持ってきていただいた他にもお花の形のね、はい、可愛らしいチョコレートもあるんですよね。はい、あります、うん、ありがとうございます。はい、お花の型に関しては、はい、小さいサイズでいろんな味を試してみたいお客様だったり、うん、やっぱりそのお花のチョコレートなので、うん、ギフト用にすごく使っていただくことが多いです。結婚式のノベリティギフトとか、はいはい、お店の周年祭とかで、うん、よくこうお客様にちょっと幸せをお裾分けみたいな、いいですね、お使いいただいてますね。うん、はい、でこういう硬い、ね、チョコレートの他に、はい、チョコレートムースもあるんですよね。はい、うん、今の時期ね、ようやく新潟もね、あの暖かくなることが増えてきたので、うん、カップ状 の入ったムースなので、うん、はい、おもたせとかちょっとプチお土産みたいな感じですごく、うん、はい、今ご用意くださってます、ね。はい、これは冷凍品ですのでね。そうですね、はい、はい、うん、持ち運びにも便利になっています、はい。他にもケーキやタルトなんかも頼めばできるんですか？あ、基本的に、はい、通信販売で受けたまっておりまして、うん、もちろんさっき言った対面販売でも受け取りはいただけます、うん、大丈夫です。いいですね。もうかなりの種類がありますけどありがとうございます。一人でやってるんですか？私、はい、自宅の仕事場の製造部屋があるので、はい、そこで一人でさせていただいてます。うーん、ご家族、特に夫さんはどう言ってますか？はい、夫は、すごく協力的に家を建てるときに普段だったらお客様を乗せる一室の和室とかがあるかもしれないんですけど、うん、そこをあえて仕事部屋に設定してもらって、はい、夫の仕事柄で、業務用の冷蔵庫とかをちょっと中古で取り寄せてもらったりとかで、すごく助かって、はい、じゃあ理解してくれて応援してくれてるんですねまだまだね、甘えてますけど、いいと思います。じゃあそんなさゆりさん、毎回ゲストにお聞きしている人生を楽しむコツはズバリ？はい、私自身がいつもつぶやくように言ってるんですけど、死ななきゃかすり傷だって思ってます。なんかさんまさんみたいな、生きてるだけで丸儲けみたいな。あ、本当です、本当です。はい、悲しみですね。ですよね、はい、本当生きてればなんとかなるって、はい、私も思ってるので、はい、そこからね、はい、また新しいスタートができるっていうことですよね。はい、おっしゃる通りです。じゃあこのローチョコレートを今聞いてね、そして YouTube をご覧になって欲しいという方はどのようなところをサイトを飛べばいいですか？はい、私の方の通販サイトですね、インターネットのページだと、検索サイトでプティリスっていう屋号もいいんですけど、私は小黒さゆりと言いますが、はい、実は実名でも販売ページが出てるんですね。はい、じゃあ小黒さゆりで検索しても出るということで、はい、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。全国でね、発送できますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日の光の仕事人は長岡市のローチョコレートを製造販売している小黒さゆりさんでした。どうもありがとうございました。